でね、これ俺そう、ガパオね、ガパオです。八本チャンネル。はい、虫取りの麺です。クイッティアウっていう、パッタイと一緒の動き。これですね、いつも使っても3ミリのこちらの麺です。お米の麺ですね。これの鶏の麺です。ベトナムのは結構タピオカとか入ってるんで、ツルツル感がありますね、ベトナムのは。タイだとクイッティアウ、コシがあって僕は好きですけど。もう蒸しだれはいつもカウマンガ用に使ったやつを一緒に使います。スープもカウマンガのスープいつも作ってますから、そのスープをそのまま使います。あとこちらが麺食べるときに添えるナンプラーなんですけど、唐辛子とライムが入ってます。これがこんな感じで、これは麺の付け合わせにお好みでつけていただくときですね。もう水で戻ってればすぐ火が通りますんで、煮たりすることはありません。ちょっともやしを塗ってますね。もやしは生ですね。チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こちらはこれエシャロットを、油で揚げたですね、ちっちゃい玉ねぎですね。ネギですね、ネギも。であとこっちはネギ油です。ネギと生姜とオイルを煮込んで、で油だけ取ったんですね。あっさりしたスープなんで、タイの新鮮ソースってあるんですよ、それをちょこっと入れて、あとタイの塩醤油、塩をちょっと入れて、あと塩、あとちょっとやっぱり味のことも言えますけど、あとニンニクと生姜、パクチーの1個、こんな感じで、あとは召し上がる時にこちらを使っていただいて、こちらは鶏麺です。辛いナンプラーと一緒です。あれだけクリスピーなカリカリにできてるやつはないですね。うん、他には。なるほどね。はい。そういうのは美味しい。おお。そんなの見たことない。
ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録高評価をお願いいたします。よろしくお願いいたします。うまっ、うまっ、うまっ。